5メチルテトラヒドロ陽酸は、テトラヒドロ陽酸のメチル化誘導体である。メチレンテトラヒドロ陽酸デダクターゼによって5、10メチレンテトラヒドロ陽酸から合成され、5メチルテトラヒドロ陽酸、ホモシステインメチルトランスフェラーゼによる、ホモシステインからのメチオニンの再生に使われる。テトラヒドロ陽酸による代謝とビタミン B12 による THF の再生産。 フォルスは、イコールヨウ酸、d h f イコールジヒドロヨウ酸、THF イコールテトラヒドロヨウ酸、ビット、b 十二イコールビタミン b 十二メチルビット、b 十二イコールメチルコバラミン、メーテオーネン、イコールメチオニン、メーテオーネンシンタズイコール5メチルテトラヒドロ、ヨウ酸、ホモシステインメチルトランスフェラーゼ、ホーマシスティンイコールホモシステイン、N5 メチル THF イコール5メチルテトラヒドロ、 要酸 N5。N10 メチルン THF イコール5、10メチレンテトラヒドロ要酸 N10 フォルミル THF イコール10、フォルミルテトラヒドロ要酸、ダンプイコールデオキシウリジン一ン酸、などフ、DNA。ありがとうございます。